話を元に戻しますと、でそのさっき言った大航海時代が第一段階、そして日本でいう江戸時代の真っ只中に産業革命が起こるわけですよ。でその産業革命っていうのは、まあ一言で言えば、あの人や動物の力で物を動かすのから、あの動力で物を動かすようになった。だからそれまでは、人が何百人かで動かしたり、馬とか牛が引っ張って動かせるものまでしか動かなかったのが、蒸気機関とか動力で物を動かせるようになったから、もう巨大なものを動かしたり巨大なものを作ったりするのが、もうそれまでの時代とも格段にこう発展したわけですね。でその中で、例えば蒸気船を作ったりとかね、そういうふうにあの軍事力も格段に強化されていく、でそれを経験したイギリス、ついでフランス、アメリカなどの国々というのは、もう世界的な強国になっていって、さっき言ったいよいよあのアフリカとかアジアにより侵略の手をどんどん差し伸べるじゃないわ、あの突き進んでいくわけですよね。そうだから、アフリカに至っては、そもそも母国語でも学問できない状態ですよね、それが残念なんですよ ね、 ああいうね、フランス語か英語か、まあ、スペイン語とか自分のご主人様になった国々から、言葉も概念も文化も全部もう輸入しなきゃダメになる。だからもうアフリカで独自のものっていうのはほとんど残らなくなってるという、だからまあ例外がエチオピアぐらいらしいですね、だからエチオピアも実はあそこは王家だってずっとついてたのに、ちょっと前に王家が途絶えてしまったので、もうあの2000年の歴史に終止符を打ったと、日本はまだまだ打ちませんから、大丈夫ですこれね。でアジアは、まあ、インドは人口もでかいし、でもまあイギリスにめちゃくちゃにされて、まあでもまあ一応英語を押し付けられたから今、IT が強くなってるとかいうのもありますよね、で今度アジアに来たけれども、アジアで独立を保ったのがタイと日本だけと、で、まあ、中国もいろいろかじられてる、これも誤解なんですけど、タイと日本が独立保ったといっても、タイだって昔はすごいでかいアユタヤ王国というのがあったんですよ、ところがどんどん領土を削られて、でもこれ以上あのイギリス、だからイギリスが、あのマレーシアの方から、であのフランスがベトナムの方からどん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 圧迫していったんですが、これ以上圧迫してタイ自体が消滅してしまうと、イギリスとフランスが直接ぶつかるかということで、緩衝地帯として残されているのが、残されたのがその時のタイなんですね。そうですね。だから残してあげたというところですよね、だからタイが強かったから、彼らが独立を保ったというわけじゃ全然ないわけですね、奇跡っていうかね、偶然だったというところで、あの タイっていうのは漢字で言えば、安泰のタイって書くんですけれどもね、アジアだから、なんかまあ言えてみようというか、あれでタイ国って昔書いてたんですよ、書類とかでも。だから日本はそういう意味ではすごいなというふうに、まあ、何度勉強しても日本ってすごいなというふうに思ってしまいますけれども、でその産業革命を経て強大になってたヨーロッパの国々が、いよいよあの19世紀などどん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 日本にも進出してくるわけですね、で北からはロシア、太平洋からは、まあ、アメリカイギリスがやってくる、であのロシアは、比較的早くからどんどんちょっかい出してたんですが、ロシアの軍事力はまだ日本はこう、まあ、軍事力としてではないけれども、なんとかまあ跳ね返すというかね、外交交渉も含めて、最初根室に来てみたら、いやこういうことはつまり根室に来てお付き合い貿易しませんかといったときに、いやこういう話は外国の入り口は長崎だから長崎行ってくれと、長崎に行ってみると、今度はまあ江戸に行ってくれとかね、なんか市役所のたらい回しみたいなことをされたわけですよね、日本人は当時からたらい回しが得意だったと、どんどんたらい回しでいいんですよね、ああいう国はね、でもう一つ重要なのは、当時の辺境防備ですよね、ロシアが今北海道江戸地にやってきたと言いましたけれども、江戸地の当時の様子について、じゃあ教科書は何て書いてあるかというと、江戸時代にはアイヌの族長であるシャクシャインが、その自分たちがね、その狩りとか、採集とか狩猟とかの生活を生活を維持するために、日本の和人の進出に対して反乱を起こしたと書いてあるんですよ、それはね、この世の中に侵略者とかロシアとかがいなかったら、どうぞご自由に蝦夷地で、シャクシャインさんね、アイヌの人たちもその間の生活で存分に楽しんでくださいと言いたいとこなんですけれども、国際社会はそうじゃないわけですよね、
ほっといたらあの狩猟採集民族しかいない北海道だったらもうあっという間に侵略してくるような恐ろしい、うん、あの北の、はい、あの白熊がいたわけですよ、うん、はい、だからそういうのに侵略されないようにしっかり幕府が責任を持って守る際にアイヌの人たちにもちょっとまあ我々日本の一部として、うん、まあ、ちょっと農耕生活とかね、はい、その農耕を兼ねて、はいはい、まあ、後にはトンデン兵というのもできますけど、うん、そういうふうに辺境防備のここはそういう場所地域なんだということを分かってもらうということをしなきゃいけなかった、うん、あえてしなきゃいけなかったわけですが、それを坂田にとって今の教科書ではアイヌ人の生活が脅かされた、ね、脅かしてたのは誰って話ですけどね、うんうんうん、本当ですよね、はい、ということで、まあ、はい、ここまでまとめますと、まあ欧米列強が強くて、はい、日本に、あ、それは江戸地ともう一つは、はい、沖縄だ、琉球ですね、さっき江戸地の話で途中ですけど、はいはいはい、うん、琉球もだからよくこれは教科書でもですね、うん、なんかこう少子、はい、あのだから王さ、うん、王族、琉球王の王族少子、少波氏とか少神王とかね、はい、少子が、うん、まあ、激闘の末に琉球王国を統一した、まあ、そこまでサクセスストーリーなんですけれども、うん、まあ、ところがその後なんか漁夫の襟を得るような感じで、うん、疲弊した沖縄にですね、うん、島月がバーッと入ってきて、うん、沖縄を保護国家したということで、うん、沖縄は大変な目にあった、はい、まあ、教科書でもそんなイメージだし、うん、あと大河ドラマの琉球の風、琉球の風っていうのがあれ見ませんでした、あれですよ、大河ドラマ太平記信長の次です、私が中1の時でしたから、NHK 見ないんですよそんなには、あの東が、うん、あの少年隊の東が主演で、はい、で、それが例えば自分その弟の恋人だった宇義っていうのは、うん、工藤由紀がやってたんですけど、うん、その人がなんかこう島津家の人に虐殺されたりとかね、そうなんかもう島津家はとにかくひどいんですよ、あ、なるほどね、でその主人公の東山紀之のお父さんが、うん、証券なんですけれども、うん、それがもう屈辱的に 島津の殿様の安馬をやらされてるとかね、うん、なんかそんな感じで、とにかく琉球が島津家によってひどい目に遭ってるっていう話で、うん、で、うん、なんか自分は中国とか他の国と自由に貿易してやってたのにとか、そうなんですけども、あれも全く当時の国際社会を反映せずに、まあ、言うなればあそこだって島津家がしっかり抑えて睨みを利かしてくれなければ、中国に、まあ、中国もね、調子いい時はそんな略奪がしませんが、なんかちょっと国元に何かあった時はドドドッとなんかやってきて、だから台湾にドドドッと国民党が来たみたいな感じでドドドッとやってきて虐殺されたかもしれないわけですよ、その通り、その通り、はい、で、なんか沖縄がその独立してて、中国のむしろ属国だったとか、いろいろそういうふうなこと言う人いるけれども、いや、言葉的には日本語の方言を喋ってるわけだし、日本人とはすぐ喋れるわけだし、中国人が来た時は中国から来たやつを通じてしか話すことがねできなかったわけだから、中国人でもないし、そもそも中国から、中国っていうか、まあ、シナだよね、シナからしてみたら台湾も含め毛がえの地だったわけで、けがえの地だった。ちょっと沖縄もそう見てたと思いますよ。台湾もね。そう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 、でだから、うん、ちょうどね、島津家が沖縄を抑えた時っていうのは、うん、明が滅ぶ時期に当たってるわけですよ。うん、で明は滅びる時に、うん、明の残った家来たちはどこ行ったけど、台湾にドドドなだれ込んで占領しちゃったわけですよ。あれ琉球沖縄を島津家が抑えてなかったら、うん、明の残った武将たちというか、なんかならず者たちが沖縄にドドドッとやってきて、なんか沖縄で本省人外省人が出てたかもしれないわけですよ。で今の琉球沖縄人は原住民で言われたわけかもしれないわけです、ね、確かに。だから鉱山に追いやられて、台湾ですら中国の一部どころか、はい、中国の領土だったことはないわけで、まあそうですね、本来的には、ね、本来的にはもう毛がえの地、なんとなくうちの領土だけだから、なんとなくうちのものってなんかつばつけとくけれども、なんか敵が攻めてきても別に守ることはしませんよぐらいな、そう、結局、ね、だから大久保が明治の時にね、はいはい、取りに行って、はい、あ、もうそんなにごねるならいいよ、あげるよみたいな感じで、琉球漁民殺害事件、そう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 、その事件の時に大久保が一人で決着つけに行って、はい、くれたっていうのはすごいねあの時はくれなかったですが、くれたのは、はい、西戦争、ね、西戦争だったけどね、はいはいはい、でもまあ毛がえの地だったっていうのね、うん、はい、認めさせてるわけです。女は私女じゃないよみたいな感じで、ね、そう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 、手は出したけど俺の女じゃないと言って捨てられたわけですからね、台湾は。まあ、そういう意味では、まあ、ちょっと日本の変な教科書のせいで、はい、みんなのこの頭の中がこんがらがってるわけなんですよね。で各時代における危機意識、うん、先人たちが抱い、イメージし していたであろう国際感覚、うん、安全保障感覚、はいはいはい、そういうのはすっぽり抜け落ちてる、はいはいはい、あるいは抜け落ちるように誘導してる、はいはいはい、